はい、と2020年8月4日、英語物語、現在時間が8時48時じゃないね、16時じゃね、18時ですね、18時47分ですね。あいつ最初から閉まらんねということで、お知らせ来ましたね。ということで、アップデート来まして、今確認しました、私。暇人じゃないよ。暇人じゃないですよ、私。暇人じゃないですよ。忙しいですよ、忙しいですよ。ということで、めっちゃ前暇だろ、まあ、ずっと確認しとったらと、そういうことさておきまして、現在確認しまして、コンテンツバージョン150と言いますわ。アップデート来まして、その中の対戦イベントキャラ5体追加、どこでしょうね。どの国でしょうね。お楽しみですね。協力イベはね、告知の通りということで、米倉家もね、まあ予定通り1ステージ1体追加されまして、今回の目玉は色違い2体追加のうちの諏訪湖をやっていきますということで、英語問題も追加もでかいですね。英会話と文法、文法は普通の方だね、トイックじゃないね。英会話はあれですね、これだろうね。ちょっと待ってくださいよ。問題が私ね、地味に一番あれなんですよ。お楽しみなんですよ。どれだった、これじゃない、これで見てかんな、こっちで見なあかんな。これですよね。これだよね。こいつだよね、多分ね。これだよな。問題で見てきゃいいもんな。ちょっと待ってくださいよ。そうだね。これだね。あ、なんで音切れた？ちょっとタイム。なんかおかしいな、さっきから。なんか私のパソコンおかしいな。これ40問ぐらい。43問ぐらい追加だね。発音とかはまあそこら辺はいいとしまして。ボニョ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 っと、これで、そうだね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 、文法もそうだね。文法はこれ多分ね、レベル1の方がなんか出てないやつがあるんですよ、確か私。どれだったかな、ここら辺が確かね、そう、まあこれはさておきまして、まあ問題通過も嬉しいということで、ということで、諏訪湖を進化させていきましょう。あれだね、イベントの方の進化はなかったか、これで私のチケットがまたザク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 とたまる。もうこのためにちゃんとあれですよ、全部残したんですよ。解体できるように。最悪4形態が来てもいいように、一応ね、準備としてはね、整えてありますということで、暇人じゃないぞ、私はということで、それで進化していきましょうと。進化、進化。これでいきましょう。こいつね、地味にね、コスト38でね、結構使えると思うんですけどね。赤が希望だね。そうだな、風より赤の方があれじゃないかな。ちょっと中低コストぐらいで、進化エンパさんが入れるか辛いぐらいのところに無理やりねじ込むみたいな。ということで期待していきましょうか。これで一重100、1000万、10万、100万、1000万。お金ありますね。ちゃんとありますね。ということで、いきましょう。ということで、いきますよ。レッツラドン。赤希望なんですけどね。さて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 。緑ですか、緑ですか。でもなんか色合いはいいな。いいな。なんかどっか別の生き物になったみたいだな、これな。緑ですか。ということで、捨て的にどうなるんだろう。まずはノーマルを見ていこうか、そのまま、そのまま。あれ、図鑑。デッキ編成で見てた方がいいんだな、これ。色違い進化で、これで最後の方だもんね。追加されまして、鍵かけときまして。変わってないか？リーダー 400%。3ターンで3回攻撃2ターン。風です。コスト47ちょっと重い。それはいかん、それはいかん、それはいかん。コスト47とあと5出すとレストラン入れる、レストラン入れるぞ、それは。ということでカードコレクション見ていきまして、これ色違いで見た方がいいんだな。一応イベント見るか先に。やっぱ追加されてますね。これが強力だね。で、対戦の方が？そうだね。1,2,3,4,5。5ってことは ?1,2,3。いいか。いや、進化が今かなと思って。期待しとったんですけどね。期待しとったんですけど、チケット貯めとるんですけどね。いいね、いいね、いいね。ということで、色違いで見ていくと、ひょいと。そうだね。こっちがあれだね。次にやる方ですね。まあ、名前は伏せときます。次にやるということで。そんで、マックス捨てば変わらんか。だね。5,600の3,000。こうだな。これがコスト30後半ぐらいとかで使えると割とと戻ったんですけど。そうだな。高くなるな。火で、まあまあそこまで割れか。これがね、風でもね、38とか40ぐらいでいけたら結構いい存在に、パレンキをね、パレンキをね、パレンキをね、どうにかしたいんですよね、パレンキをね。3回攻撃だからね、2回じゃないからね、田島とかで違って、2回攻撃の3ターンじゃないからね、3回攻撃の2ターンだから、なんとかならんかなと思ったんですけどね。まあ、コストがちょっとあれだな、これぐらいだったらあれだもんな、他の使うな。なんかでもあれかな、目がないかな。まあ、とりあえずあれか。どっかチャンスを狙ってね、お試ししてみたいですよね。と、まあ、本日はそんな感じでね、諏訪湖成長期。そんでいいんだよね、これ読み方。
コンテンツバージョン150と言いますわ、あえて。アップデートの中のうちの色違い進化2体あります。そのうちの1体の長野の諏訪湖を行いましたということで、そこまであれだね、これ。3形態だから、まあ、最悪1から揃えてきゃね、こいつが多分めんどくさいんじゃないかな。ここら辺は割と、わさびがちょっとあれか。まあそんなにあれだろうね。ただあんまり周回阻止のステージじゃないからたまるって言われでもないか。ということでね、あの色違い進化の巣箱の方やってきましたということで、はいということで、そんな感じで終わり。